札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス、3回戦の模様をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの伊藤、対するホークスの先発は右の松本、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ファイターズ同点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で清水、第9球投げた、決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール。第3球は変化球ストライク、インローへ、バッター追い込まれました。次は4球目投げた、打ったに当たりだ、ライトへ飛んだ、取って、これで3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ファイターズ得点圏にランナーを送りましたが、同点に追いつくことはできませんでした。2回が終了、ファイターズここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で清水、第一打席はライトフライに倒れています。打ちました、初球打ち、クリーンヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ファイターズ点差を2点に縮めました。清水タイムリーツーベースヒット。ファイターズなおもチャンスが続きます。さあ、なんとか追い上げたい場面でバッター石井、最初のバッターボックスはフォアボール、インコース低めいっぱいストライク。さあ、次の投球インハイギリギリいっぱいストライク。投球はこれから3球目、一つ外したボール。第4球を投げた、アウトロー、ボール。第5球投げた、アウトコース、ボール。第6球を投げました、見逃しの三振。先ほどのプレーです。4回までが終了しまして、4対2ファイターズ、この回2点を返しています。ファイターズここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で平沼投げました、外角見送ってストライク、いきなり157キロ。第2球投げました、ボール、アウトコース高め。第3球を投げました、打った、二塁ランナー三塁へ、牧原取った、アウト。ファイターズなおもチャンスが続いています。バッターは8番清水、これが3度目のバッターボックス。ボール、第2球投げました、打った、流し打ち、一二塁間のゴロ、岩崎取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。三塁ランナーは残塁に岩崎降板、右の泉今日3人目のピッチャーとして登板。ファイターズここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で近藤、ストレートはボール。第2球投げた、打ちました、レフトへのフライになった、掴みました、三塁は、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球打ちました、ファール、初球ファールから投げた、低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。第6球はランナー自動的にスタート、打った、右中間のフライ、ライト前に出るヒット、ライトバックホーム、ファイターズ1点返しました。中田タイムリー、初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、ここで試合の流れを左右するターニングポイント。第1球投げました、縦のスライダー、ボール。第2球投げました、打ちました、レフト前進、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。チャンスをものにできません。ファイターズここで追いつくことはできませんでした。チャンスをものにできるか。第1球投げました、初球はストライク、いきなり156キロ。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、打ちました、フラフラッと上がった、掴みました、ここは意地を見せてほしい。今日1打点の中田、
第1球投げた、初球を打ちました、1、2塁間、ここはうまい守備に阻まれました。試合終了、ファイターズ敗れました。さて本日のヒーローは岩崎。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ、1回戦の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するファイターズの先発は左のアーリン、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ファイターズ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で渡辺、第9球ストライク、胸元厳しいところでした。いきなり155キロ、投げた、打ちました、1、2塁間へ、もやボールを取る、ベースカバーに入る、山本取ってアウト。さあチャンスが広がって野村、ファイターズ一打同点のチャンス。第9球投げた、初球を打った、ライト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ファイターズ三塁残塁、2回の表が終わって1対0です。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、ワン、ファイターズ最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球投げた、ストライク、村本厳しい球。第3球を投げた、スプリットはボール、投げました、流し打ち、どうだ、レフトの左、ファウルボール。さあ投球は5球目、打った、三遊間の打球、紅林神田一塁送球、ファイターズ同点、1対1、記録はヒットになりました。ファイターズなおもチャンスが続きます。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、渡辺、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、打った、セカンド左への打球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。4回の表が終わって1対1、ファイターズこの回、ファイターズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で近藤、今日は三振とフォアボール。投球これから2球目、直球ストライク、第3球を投げました、ストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、インコースのボール左へ、クリーンヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ファイターズ勝ち越し成功、2対1、近藤タイムリーツーベース、今日初めてのヒットになりました。バッターは4番中田、今日3打席目。第9球投げました、スプリット見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げた、一つ外してボール、次が4球目、外れた、ボール。投球これから5球目、打ちました、これは内野へのフライだ、
キャッチャー落下点。取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球ボール。第2球投げた。打った。痛烈な当たり。ダイレクトで当たった。ボールは中継。ファイターズさらに1点追加。3対1。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは6番渡辺。今日はファーストゴロとセカンドへの併殺だ。打った。ファールボール。第2球投げた。打ちました。ヒット。ワン。一気にホームへ。ファイターズさらに1点追加。4対1。リプレイをご覧ください。ファイターズ同点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面でワン。今日は3安打猛打賞。第2球2球目空振り。第3球を投げた。打った。 T 岡田交代。ライト前ヒット。中田三塁回った。ホームイン。ファイターズついに同点に追いつきました。5対5。さあここが試合の分岐点となりそうです。ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは一塁に向かいます。バッターは途中から入っている八地。ファイターズ一打勝ち越しの場面を迎えています。第1球内角低め見送ってストライク。いきなり153キロ。第2球投げた。空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。クリーンヒット。ボールが点々と転がっている。ファイターズこの回3点目。バックホーム間に合うかどうか。ファイターズこの回4点目。8対5。ファイターズ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。ヒギンス降板。ベテラン能見今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球初球決まってストライク。第2球投げました。インロー。ツーシームは外れてボール。第3球はフォーク決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球は危ない球。さあ投球は5球目。打ちました。三遊間のゴロ。ムネボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって8対5。ファイターズ再び逆転です。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で杉谷。第1球フォークボール見送ってストライク。変化球にキレがあります。投げました。流し打ち。打球はライトへ。ヒットになります。杉谷いいバッティングを見せました。ファイターズなおもチャンスが続いています。第1球投げました。アウトコース高めボール。投げました。打った。レフトへ行った。掴みました。磯畑スタートを切った。ホームイン。ファイターズ1点入りました。9対5。ファイターズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローは今日3打点を挙げる活躍を見せました。
京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ2回戦の模様をお送りいたします。バファローズの先発は左の宮城、対するファイターズの先発は右の上沢、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で近藤、第1球打った、流し打ち、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、これは引っ掛けた、ショート前方のフライになりました。紅林落下点に入った、掴んでこれでスリーアウトになります。先ほどのプレーです。ファイターズ二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。ファイターズ先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で清水、第1球投げた、初球に送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました、取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げた、初球はストライク、第2球投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、石井ナイスバッティングです。ファイターズなおもチャンスが続きます。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げました、打ちました、キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている、トング余裕があります、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。ファイターズ満塁のランナー、ファイターズ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で渡辺、第1打席はフォアボール。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、決まってストライク。さあ4球目、打ちました、打球はセカンドの左、アウト、ファイターズなおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がって、野村、ファイターズ最悪でも犠牲フライが欲しい、初球から打ってった、ライト前のヒットになります。この試合初の得点が入りました、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で太田、第1球スローカーブ、見送ってストライク。さあ次の投球、ボール。第3球を投げました、打ちました、打球は左中間に上がった、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ファイターズさらに1点追加。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、西川、第1球投げました、低め決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、打った、一二塁間への当たり、 T 岡田そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対0、ファイターズここで先制点を挙げています。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で清水、今日はセカンドフライと三振。第1球打ちました、初球打ち、これはセカンド正面、アウト、ファイターズなおもチャンスが続きます。宮城降板、左の山田、厳しい場面で、さあチャンスが広がって、石井、ファイターズ追加点のチャンスを迎えています。投げた、決まった、ストライク。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、インロー見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、アウト、これでツーアウト、ランナーは三塁変わりません。第1球変化球、アウトコースへ外れてボール。第2球決まった、ストライク。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、ファイターズ1点入りました、3対1。リプレイをご覧ください。ファイターズ追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で清水、
今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げました。打ちました。ファール。追い込んでから第3球を、危ない球。第4球を投げました。打ちました。いい当たり。ボールはライナーで右中間へ。これはヒットになります。打球が転がっている。ファイターズ1点入りました。清水タイムリーヒット。初安打。先ほどのプレーです。山田降板。ベテラン能見、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。今日2本のヒットを放っている石井。第1球投げました。ボール。第2球投げました。打ちました。胸下がった。ヒット。三塁ランナーホームに向かう。ファイターズさらに突き放します。5対1。さあリプレイです。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、太田今日は3安打猛打賞。第1球投げた。ボール。第2球投げた。危ない球。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。打った。ライト前進ヒット。ライトバックホーム。太田いいバッティングを見せました。ファイターズなおもチャンスが続いています。第1球投げた。初球を打ちました。センターへの犠牲フライになるか。掴みました。三塁はどうか。西川センターへの犠牲フライ。ファイターズさらに1点追加。6対1。近藤健介。第1球投げました。危ない球。第2球投げました。打った。センターへのフライだ。取りました。ボールは中継。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました。インコース低め外れてボール。第2球打ちました。 T 岡田バック。取りました。これで3アウト。8回の表が終わって6対1。ファイターズ見事勝利です。さて本日のヒーローは野村。本当に今日は大活躍でした。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ3回戦の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山岡、対するファイターズの先発は左の加藤。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で中田。第1球投げました。まっすぐ見送ってストライク。第2球ボール。第3球はボール。投げました。決まった。ストライク。次が5球目。三振。低めの変化球にやられました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー2人を置いて迎えるバッターは1。第1球打ちました。当たりそこではショートゴロ。ショートこれは守備範囲内。アウトです。一塁はアウト。スリーアウトチェンジ。リプレイ。最後はいい守りを見せてくれました。ファイターズ先制のチャンスです。
ツーアウトランナー二塁という場面で近藤、最初のバッターボックスはフォアボール。投球はこれから3球目。打ちました。山岡がっちり取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ファイターズ得点圏にランナーを送りましたが先制点。ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で渡辺、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。1球目ストライクからボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。おっと自打球。さあ投球は5球目。打ちました。掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた。見送ってストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。初球ストライクから第2球打った。いい当たりだ。一、二塁間ライナー破っていった。野村ナイスバッティングです。ファイターズなおもチャンスが続きます。バッターは8番清水、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げた。見送ってストライク。いきなり150キロ。第2球打った。ライト落下点に入りました。取りました。三塁ランナーはタッチアップ。三塁ランナーホームイン。ファイターズさらに1点追加、2対0。さあリプレイです。9番。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で太田。第1球ストレートはボール。まずはアウトコース。投げた。ボール。第3球を投げました。打った。第4球を投げました。あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった。紅林落下点に入った。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって3対1。ファイターズこの回1点を加えています。山岡降板。マウンド上ピッチャーは澤田。今シーズン初のマウンドに上がりました。ファイターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で八千。第1球投げました。ボール。第2球投げました。打ちました。打球はセンターへ。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げました。初球打ってきた。ボールはライナーで右中間へ。ワンバウンドヒットになる。ボールが転がる。ファイターズ1点入りました。4対1。中田タイムリーツーベースヒット。今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ2アウトランナー2塁という場面で今日はホームランを打っています。投げた。外れた。ボール。第2球投げた。2球目ストライク。投げた。見送ってボール。次が4球目投げた。完全に外れた。ボール。第5球投げた。打った。鈍いゴロ。紅林取った。アウト。スリーアウトチェンジ。満員の京セラドーム大阪ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で高浜。第1球投げました。ボール。第2球投げました。ボール。第3球はストレートはストライク。第4球を投げました。打った。ピッチャー返し。セカンドから一塁送球アウト。ファイターズなおもチャンスが続いています。第1球初球打った。センターフライ。飛距離は出ていません。掴んでこれで3アウトになります。ファイターズサードランナー残塁。9回の表が終わって4対2です。ファイターズ2点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは勝利投手の加藤。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただき